グッドグッドマークありがとうございます。皆さんありがとうございます。ギフトナンバトルで見た美咲のダンスが可愛かった、ありがとうございます。髪の毛も可愛い、ありがとうございます。おはようございます。 Good morning 美咲、 Good morning ミサッピーだよ、ありがとうございます。テラちゃんさんかわいいかわいいマーク、かわいいかわいいマーク、かわいいマーク、ありがとうございます。テラちゃんさん、おはよう、おはようございます。おはようです、おはようです。よいしょ、おはよう、おはようございます。遊びに来たよ、ありがとうございます。おはよう、おはようございます。そう、あなたさ、ずっと宿題しとったの？せっこ、まあ、ここに漢字のやつみたいなのがあるんだけど、マジで死にそうなぐらいあって疲れた、昨日。ゆきちゃん、おはよう、おはよう、おはよう。そしたら、あ、ちょっと早いね、早いでしょ、早っおはよう、おはよう。高姫さん、だるまちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。しろたんさん、ハートちゃん、ありがとうございます。高姫さん、だるまちゃん、いっぱいありがとうございます。すえひろさん、あのちっちゃい方のハート、ありがとうございます。みさてら来てよ、ありがとうございます。みさちゃんすかわいい、ありがとう。ミサテラ来たよ、ありがとうございます。起きてたけど飛び起きました、あれ、はてな、はてなと言ってまして、はじめまして、はじめまして、図になってる。もーちゃん、ハートちゃん、ありがとうございます。超絶可愛いな、声楽しんでね、ありがとうございます。かわいい、なんだかわいいって。くまちょす、くまちょす元気です。もーちゃんさん、ハートちゃん、いっぱいありがとうございます。あら、かわいお子さん、おはようございます。ミサピーズだよ、ありがとうございます。むーちゃん、ハート100個、ありがとうございます。おはようございます。ミサちゃん、超絶かわいい、おはようございます、おはようございます。みさちょ、そう、そうってな、うおがついてる、はわ、みさてら来たよ、ありがとうございます。みさちょ、そう、おはようございます。寝なきゃみんな可愛すぎて推しが増えちゃいそうです。私が一押しでお願いします、私一押しでお願いします今日昨日よりめちゃくちゃ寒くなるらしい、やだ。言っても昨日あんま外行ってないんだけど、私昨日はもうずっとちょっとあのね、見せれはしないんだけどね、漢字ノートがあるんですよ、私の。マジで死ぬかってぐらいやってました。うん、もうピエン疲れました。でもね、頭が良くなると信じてやりましたよ、私は。遊びに来てありがとうございます。要検討いたします、お願いします漢字とか、漢字はあんま得意じゃない、うん、やばいもん、全然できたな。そう、めっちゃテカるやん、今日もテカ、やばいやばい、マイティ男児の時代でも私もできてないから何とも言えないな。そう、ほとんどできない、でもめっちゃ間違えとるもん。おはよう、おはようございます。
漢字ノート懐かしい、懐かしいですか。みさてら来たよ、ありがとうございます。みさちは顔の運動かなり面白めに変形させても美女かわいい、やった、面白め。明日が好きなのにセラボイスあれやばくない、じゃ自分でもさびっくりして、なんかえ、いつもあんな風に歌ってたんだって思ってさ、ちょっとあのもうちょい可愛く歌わなきゃなとか思いながらさ、あのままでいっちゃうんだよねいつも。みさちゃんすちゃすキラキラ、昨日絶滅クロガミ表示かけるって振ったら漢字大会始まってしまった、ごめんね。えいよ、全然楽しかったから。7期は誰が一番漢字とか、誰だろう、私やかな、ゆなくんかな、ゆなくん、あの NMB1 の賢子だから。何しても可愛い、たまらん、自慢の推し、やった。ハスキーでいい感じですかってびっくりした、自分でもびっくりした。七期で一番可愛い、ありがとうございます、やったぜ。ユナくんかしこ、ユナくんかしこ、ちょっとユナくん抜かせるように頑張ら、あれは中に頑張ります、中に頑張ります。フォロワーは3年に超え、あ、超えました、皆さんありがとうございます。次は3100人目安です、皆さんよろしくお願いします。ゆなくんは年比1賢い、みさくんも賢い、やった。グッドモーニング、僕は起きたとこ、中学1年生なんですか。もーちゃんさん、タコタコありがとうございます。7期で4番目に好きってどういうことですか。1番目に変えといてください、1番目ね、うん、1番目です、1番目でお願いします。少なくてもさトップ3には入れて少なくてもトップ3には入れて、おはよう、おはようございます。愛知面お会いしてる、愛知面、微妙な順位の報告やめて、あのみんなね、あの一押しが一番いいんだけど、ね、どうしてもこっちのね誰か7期誰かが欲しいっていうんだったら、少なくともトップ3には入れておいてください。かわいいよ、ありがとうございます。五条岬完了、ありがとうございます。五条岬かわいい、違う、みさちゃんそうだ、中学1年生、みんな一番です。まあなら、まあなら、まあまあまあ、7期生11人倒し、いや倒しじゃないから、それ倒しじゃない、それ倒しって言わないの、うん、ちょっと格好が効果でございます。1位がたくさんいる、1位がたくさんはいかん、 No、 なんだと、倒しとは、いや倒しとは、倒しは倒しですよ。で一緒に皆さん顔のマッサージしましょう。みんな調子だけど、みさちょしとゆなの気になってます、ありがとうございます。年B メンバー全員倒し、いや倒しって言わん、それはそれは倒しって言わん、あのねそれも推しでいいんですよ、私も推しに入ってるならいいですよ。小顔マッサージ。七木といえば美咲ちゃん。え、七木こっち？どっちか私もわかんないんだけど。
ナナキス言えば私風鈴やばいでしょ遊びに来てありがとうございます。あきちゃん超絶かわいそう、イエーイ。炭酸推し、炭酸はやばいし、もう電池になっちゃってる。それはもはや電池だからやめよう、もはや電池だからやめよう。牛丼は吉野よしです。同じ吉野ですね。こう顔マッサージ、顔マッサージ、ポーズの種類が多くて好き、イエイ。48グループ楽しいです。楽しいちゃう、もっと楽しいです。可愛いメンバー以外に誰か仲良くなった先輩おる、おいますいるんですよ。それがね、いっぱいいっぱいいます。そうそう、うん、でもね、一番ね仲良くなったのが渚さん渚ちゃんとめっちゃ仲良くなったなんですよ。もう渚ちゃんマジで優しい、うん、渚さんもういいよ、あの優しい、ね、ああ、そうなんですよ。なんかついてない、これなんか取れない、何これ、何これ、取れない。渚さん好き、本当もう優しい。渚さん、6期生とか大変、6期生はカレンタンさんと仲いい、うん、マイザさんとは名前の最後にサクがつく曲、おお、そうですねふふふふふ、あよ、おはようございます。金子さんと推し、金子さんと推し、はじめまして、はじめまして、なんだ、さ、うん、笑いを伝授してもらう、笑いを伝授、笑い伝授してもらいます。カレンタンピロピロ、うん、あのね、ミルさんとも少し仲良くできた。さっちゃん可愛い、ありがとうございます。名前なんて呼ぶの、自分の、自分はみさきです。ダルフタ3期生、ダルフタ3期生さんは、でもあのもちろん超絶可愛いの小谷さんとあのさんが一番なんですけど、誰だろう、他におるかな、でもなんかいろんな方と仲良くさせてもらってるから、うん、ケイトさんとこの前いっぱい喋りましたよ。なんか多分一番喋るのは琴音さんとかめっちゃ喋る。多分琴音さんが琴音さん、ケイトさん、アーノンさん、アーノンさん、無論に帰って、そうです、謎のお仕事です。
みさちゃんその DD 違いますよ。みさちゃんそう。ありがとうね。入っていた時はみさちゃんと同じぐらいだったよ。そんなことはしてない。こたちゃんゆっくりお話。まことにさんとかいっぱい。でもなんか渚さんがね、めっちゃ優しいんですよ。ちょっと本当に笑い伝授してもらおうと思ってます。あいちゃんは先輩メンバー楽しい、先輩メンバー楽しい。でもね、私の一押しはね、いいんですよ。とっちゃま、なぎちゃん推しだ。一押しは一人ですよ。それ一押しってことです。一押しは一人です。NMB の最年少だから NMB の DD なの。なんでね、最年少はいい、欲しい。なんだ、覚えてしまう。クマジョス楽しい。クマジョス、クマジョスまだ耳につきっぱなんだけど、クマジョス楽しがいます。アンジュはミサチョスを親目線で見てしまって、いやでもね、本当にそう、本当にアンジュめっちゃそう、めっちゃそう、めっちゃそうなの。それはわかる。ちら初見さんありがとうございました。よいしょ。大丈夫、そうですな、そうです、なかなかでも会えないんですよ。悲しい。うん、すごいんですよ、渚さん。いつも忙しそう、めっちゃ稼働が常になんて入ってるんですよね、スケジュールのところに。すごい、もうすごいですよ、すごいですよ。内面的には逆っぽい感じさ。内面的には逆っぽい。金曜日のコメント押しちゃう。いや、そうなんですよ。多分いたんですよ。なんかピンクと黄色のやつ持ってる方がいたんですよ。だけどね、隣にも、あの、もっちゃんと一緒に見たんですけど、もっちゃんはあれ緑じゃないって、なんか緑として持ってるんじゃないのって言われて、ちょっとショック受けました。多分緑なんですけど、いや黄色に見えるんですよ、それが。うん、多分黄色のやつ持ってるんですよ、そのこと。だからちょっと嬉しくない？ちょっとね、ね、多分そういうことでございます。まあ、それはね、人間持ってこうやって持ってくれてる方いたら嬉しいんですよ。そう、そうって、そうって言って、そうでございます。ラキちゃん先輩から大人げなのかな。どうだ。おはよう。おはようございます。おはようございます。今も NMB 誰か出たら自動録画するけど、何だろう。で番組は。
全部多すぎて見え、いや本当にもういつも出てますね、いつも成田さんはいるからもう、でも見てます、ドキドキ、全部は見れてないんですけど、ドキドキ見てます。今更ですが、しゃべきゅうり質問おめでとうございます、ありがとうございます。もっちゃんが可愛いって、そう、多分もっちゃん言ってたね。そう、うん、関西系は見れないんだよね、そうだろ、関西系は見れないから、全部見れないの、地上波は、地上波っていうか地上波は全部見てます。関東の NMB 番組ほとんど見、そうなんですよ、ほんとほとんど見れないんですよ、ピエン見たい見たい見たい、何でもテレビ出すぎてアイドルあんま分かんない、お母さんも、すごいすごいですね、毎日も全然見えない、本当にそういうのほとんど見れない、おはようございます、そう今1234人の方来てくれます、ありがとうございます。愛ちゃんと NMB とコラボしてるお店も行けなくてない、あ今あれやってますね、ポンポンプリンさんのケーキ、美味しいやつ、ありがとうございます。1234123でございます、今は、おはようございます、遊びに来たよ、ありがとうございます。大阪のテレビで東海にヌッとしてる番組あるから、ミヤネ屋以外で、なんかあるんかな、まんまない気がする、ないですよね、愛知県民の皆さん、おはよう、初見さんありがとうございます、フォローよろしくお願いします。今3100人をフォロワー頑張って待ってます、3100フォロワー、朝マックのいいな、朝マックかわいいのお礼公演絶対当てたいな、頑張ってください、当たりますよ、当たりますよ、はいはい、土日の日にやってる情報番組で大阪のアルキャスよ、愛知県に、おお、あるんだ、ほこなさんが出てる番組、テレビ埼玉で、あーなんかあった気がする、そほこなさんが出てる、当たったらうちは持ってく、ありがとうございます。そう前さ、うちわでめっちゃ可愛いのがツイッターに載ったんですよ、ミサピズっていうのを塗って作ってくださった方ありがとうございます、めっちゃ可愛かった、今もね携帯の中に保存してある、もう本当に皆さんのうちわのセンスが良すぎて、ちょい、てててててて、後ろの客席でもうちわとか見える、でもね見えるときは見えるんですよ、それがなんかやっぱ見えないときもあるんですけど、見えるときは見えるんで、ね、ペンライト絶対見えます、
ペンライト 100% 見える。皆さんぜひピンクと黄色を振ってください。あだ名のことトヨタミヒデヨシと徳川家康の誰が好き、誰が好きわかんない。なんかね、確か織田信長さんとこの3人確か全員愛知県民ですよね。さきちゃんおはようございます。ピンクと黄色、そうでございます、ピンクと黄色です。なんかさん、ハートちゃんありがとうございます。ハートちゃん、決勝大会的に見た女スタイルいいからすぐ見て、スタイル良くないですよ。あの、まんまるとしてました。私なんかさん、ハートちゃんありがとうございます。ミニハートちゃん、決勝大会見に行ったで。そんな、あのコメントの方ありがとうございます。そんなでスタイル良くないですよ本当に。徳川さん、岡崎か、徳川さん、徳川家康さん、生でとアイアン卒業オリックスで見て、すごい両方見たんだ。ヤキちゃん目で追ってありがとうございます。やだ、ステージ映えめちゃくちゃしてる、ありがとうございます、嬉しい、やったぜ。どんな衣装も似合ってる、やった。私あのあれが好きなんですよ、あのアイアンさんの卒コンの時のあれが好きなの。僕以外の誰かと孤独ギターとかあそこら辺で着てたやつがめっちゃ好きなんですよ。そうなんです、初見です、ありがとうございます。あのかっこいいやつね、あれ好き。トランプ衣装ステーキメンバー、そうなんですよ、 M さん、 M さん、 N さんがマジでもどうだっけ、ちょっと N さんができないんですけど。おはようございます。見て、あ、それ皆さんこれ見つけました、なんか入ってた、7人だけで生まれることなすぐ見つける、すごい、ありがとうございます、すごい歓迎。起き上がるの大丈夫、これは大丈夫。すごいミサ、かわいい、なんだこれは。あ、サトルさん、お花ちゃんありがとう。このお花ちゃんめっちゃ好き。私の作業場が映ってるわ。映らんといて。映らんといて。クマちゃんそっち持ってくる。クマちゃんす。半分映ってます。あと一人で1600。めちゃちょ、また伸びましたよ、また身長だけどね、うん、そこにテーブル、そこのクマチョス置く用のテーブルがあるんですよ、ちっちゃい、もっとあっちに置くテーブル、
今お花のギフト送ったけど何の種類がさ、昨日ねみんなで話しとったもん、それデイジーです。なんかデイジーの鉢、デイジー鉢っていうのもあるらしいよね。熊之助さん、ハートちゃんありがとうございます。なんだあるよね、デイジーバ、デイジー鉢、中に入ってるのかな、どんな感じか私もちょっとよくわかんないんですけど、ちょっと皆さん見てみてください。あったらあるかな、どんなんなんだ、写真送れたらいい。クマ上手、クマ上手、上手。終わる？ミサキになってる、ミサキになってる、ミサキでお願いします。はい、これそんなにできないか。身長ミーチさんとフワリの長さ、そりゃそんなに伸びないです。私もふわっと、まだふわっとまだ見てます、ふわっと。お礼公演楽しみ、ありがとうございます。アンジュミサキに夢中で、アンジュミサキ推しやん、アンジュ、アンジュミサッピーズや。アンジュミサッピーズ、クマちゃんすごい。お礼公演入りたい、頑張ってください。パワーミニ見ます。フリーになる時にトキちゃんダンス楽しそうです。CM 来ちゃう、CM 来てほしい、 CM よろしくお願いします。あと出川ガールになりたいです、よろしくお願いします。バラエティ番組出たいです、よろしくお願いしますバラエティ出たいです、よろしくお願いします。めっちゃバラエティ、いいの先輩、いいの先輩めっちゃ優しいですよ。おはよう、おはようございます。ラジオもしてほしい、ラジオもしたいです、何でもします。マジで、でも将来出川ガールになりたいんですよ、本当に。固まってる、固まってない。鶏肉出たいです、なぎささんと共演でも神や。なぜかかなりめっちゃ手が上がるになりたいんですよ。でも鶏肉も出たいです。鶏肉って何の肉、めっちゃ出たいです。鶏肉は鶏の肉です。そう、出川さんです、出川さん。ないごめん、そうです、なぎささん、なぎさパイセン、なぎさパイセンか、なぎさパイセンからお笑いスキルのスマートですね。出川ガール英語話せそうなんですよ、だからやりたいんですよ。英語活かせる仕事してんのもみたい、英語
何じゃラジオできたい、まあ、そうですね、まずじゃあラジオ出たいです。何でも出たいです本当に。でも今度のしゃべっくりアワーでもちょっとがっつりとしゃべっくりさん初見です、ありがとうございます。フォローよろしくお願いします。いろいろ学べそうだよ、カレンタンさんから。ちなみにダンス以外、そうなんです、ダンス以外の体育の私実は得意なんですよ。走るのとか得意ですよ、50メートル走と100メートル走と。ちょっとボール以外の体育は全部得意で、ボール系は無理です。みそちょすなら鶏肉の賢い中学生枠で、え、行きたい球技が無理なんですよ、球技がちょっと遠慮したいところなんですよ。分かんないな、昔だもんな、できなかった、今できるか分かんない。めっちゃかっこよく走ってそう、ちょっと走ってますか。水泳好きですよ、水泳はできます。縄跳びね、大縄以外だったらできる、あの全員でやれ大縄だったら。ちょっとね、あんま得意じゃないんですよあれ、元からそのいろいろとありまして無理なんですよあれは。バスケとかバスケできない、部活入ってないもん。もーちゃんさん、かわいいマークありがとうございます。もーちゃん、帰宅部です。帰宅部しか勝たないですよ。でもね、あの部が高いのもいいんだけどね、ねなの縄跳びね、え、私も縄跳びしよう、もう一回。そう、昨日さ、するとか言いながら私めっちゃ忘れてたじゃん。ちょっとします、またします、また頑張ってします。縄跳びちゃう、馬に乗って二重跳びできそう、それはやばいですよちょっと馬に乗って二重跳びはやばいの、2100通の馬も、馬大好きなんですよ本当に。馬はいいですよ、馬しかかな。あと鼻がさ、表現ここの先が丸い、ね、ここが全部もうちょい、もうダメだな、馬娘っていつも、え、知らない、あるんだそんな風な名前の家、また見てみます。かわいい、やだ、くるくるくる。なんかさ、前アイロンでさ、ここにこうやって挟んでこうやってやって、こうやってやったらなんかくるくるになるみたいなやつ
あったんですよ。そうめっちゃそれなりたいなと思ったんですけど、髪の長さがさ妙に足りないんよ意外に。長いこの人ひなせさん、なんかさめっちゃいいやつあるらしい。なんだっけな、こうするのかな、でもまたくるくるなるやつみたいなのあったんですけど覚えてないんですよね。トラヒデさん、ハートちゃんありがとうございます。早くツイッター会議したし、ほんとに早くツイッターしたい。みんなツイッターしたらフォローしてね。あー、クマチョス点灯しました。結構長くないといけなくてさ、ほんともうちょい髪の毛伸ばしたいんだけど、伸ばしちゃダメって言われた、現状維持って言われましたね。現状維持で今は髪型そうしましょうって言われちゃったね。そうなんですよ、伸ばせないんですよ。伸ばしたい。サッピーさん、ありがとうございます。お読みで手からここら辺知ってかった。まずはたくさんの人に知ってもらえる。そうなんですよね、たくさんの人に知ってもらいます。ショールームね、いっぱいしないと。さきちゃん髪型何でも似合う。やった、よし。もう一回さ、私さ昨日のさ漢字テストやりたいよ。これあるか、なんか皆さん漢字の問題出してください。私にちょっとこのボードを、なんかありますか。なんかそっち系、オッケー。カレンダー様が消す。腹カレン。じゃあ思ったんだけどさ、都道府県で行こう。都道府県、都道府県の問題。都道府県がいいです。都道府県系の問題です。都道府県、あのあれもいいですよ。県、いやダメだ、県庁所在地はちょっといかんかも。ちょっと県庁所在地はいかんけど、あ、愛媛いいよ。愛媛、愛媛は、ちょっと待ってね、愛媛ってさ、いて、むずいんだよ。なんだっけ、漢字の音叩いてます。漢字の音乗ってないんだけどね、愛媛。なんか何か、どこちゃうの、え、なんか違う気がする。いや、合っとるな多分。こう、え、なんか違う、多分違う、多分違うかも。え、待って、違う、
合ってる？一本合ってるな。よっしゃ。漢字の音にさ、いろんな漢字を取るんよ。なんかないか。安心してください。この都道府県を載ってません。カンニングはしません。なんかないかな。難しいやつ。そういうのって、あ、って言っても私が見つけてもさ、みんなにやってもらうしかないんだけど。何行きます次。岐阜行きます。あれ待って、入ってないけどなんか違うの。もう一個、いや合ってる方でございます。どうですか？パチパチきた。ありがとうございます。たまってるってことで初見です。ありがとうございます。正解やったぜ。じゃあ何いきます？次茨城。いいよ茨城か。茨城はまだ簡単だと思う、自分の中では。ちょっと待って、いや、合ってんの、うん、はい、こちらでーす。正解では、じゃあめっちゃ来てる。あれ行くわ。新潟行きます。新潟ね、私ね意外に書けるんよ。だね県庁所、県庁、県庁じゃねえよ、県でさ最初に覚えた漢字は逆に新潟なの私。逆に難しすぎて覚えた。うん、けんきょろり、なんかね新潟はめっちゃ早く覚えた。はい、新潟県。どうですか、合ってます？新潟合ってるんちゃう？んって、じゃあ惜しいとこ。あ、待って、違うわ、待って、私めっちゃできるとか言いながら絶対間違えたやん。すいません、書き直します。最悪、こうですね。あれどうだっけ、待って、最悪。なに、漢字ノート載ってない？漢字ノート、なんだよ、漢字ノート載ってないわ。見えない、めっちゃちっちゃい字が。どこだ漢字ノート、
じゃあ漢字ノートない？本当に漢字の漢字ノート。ダメ、多分載ってません漢字ノート。まあダメだったということで。顔曇ってた。そう。でも光だと。こうか。見えない、ね。あ、こうですね。ちょっと汚いけど。こういうこと？こういうこと？こういうことか。はい。はい。C はまさひろさん。ハートちゃんいっぱいありがとうございます。ちょっとガタ、ちょっとまた今度リベンジしますので覚えておいてくださいね、皆さん。うん。まあ、次行きましょう。次行きましょう。熊本行く？多分それ以外は全部書けるから。熊本県合っとるよね。はい。鹿児島県？鹿児島県。どうぞ。鳥取です。鳥取めっちゃ来るな。鳥取行きましょう。鳥取意外にわからんくなる説。渡辺県、ちょっと待って、いろいろ見ます。いっぱいあるな。なんかさ、ちょっと最近鳥取か。鳥取ってさ、いつも私鳥取って覚えてたんだよね。滋賀って美味しいだっけ。ふうわの鳥取。そう、ふうわに怒られちまう。おいは剣を、剣は入ってない。剣は入ってない。さあ漢字ノートが私にはそこにないかな。なんかそう、じゃあ私から、いや、いいや、やめよう。なんかないかな。いや、やめます。多分みんな解けるんで、ね、やめます。栃木県。
あと、正解でございます。合ってるよね、多分合っとる、合っとること信じる。消しちゃった。はい、正解やったぜ。何にしよう、北海道と沖縄の地名、地名、地名どんなんだっけ、覚えてないよ。なんだけど地名、地名と滋賀、佐賀、滋賀はこっち、後ろの難しい方、あれ、ここって最初三髄だっけ、え、なんか違う気がするんだけど、いや、合ってる、分からん、ちょっとこれ間違ってるかも、合っとる？合ってる？合っとるわ。やったぜ。私からスタイル皆さんに一問いきます。じゃあさ、あのちょっと私が間違えた問題なんだけどさ、ジオンのさ、カメって字あるじゃん、これ、この字あるじゃん、ジオンのカメって字、ちょっと待ってね、今から問題書きます。総角数は何角でしょう。二の子だったら私もし恥ずかしいんだけど、あとこの点は何角目でしょう。いや、いや、点じゃない、点じゃなくて、とにかく何角でしょう。これは全部で調べないでくださいね。意外にね、いいと思った。10画ですか。じゃあ投票するわ。9、え、いや、いいや、11って方もいますね。10で点を探る。おお、あ、要は9時半だ。はい、じゃあ答え言いますね。正解は11です。なんと11なんですよ、これ実は。岬解説いきますね。こちらはですね、こう書くじゃないですか。こっちはいいんですよ。こっからの見えとる、ここが二角なんですよ。ここがさ、これ丸したところ、ここがね、1、2って分かれてんだよ。こう書い、ちょっと書けないんだけど、こうなんだって、その二角に分かれてるっていう問題でした。そうなんです。だから
総は総画数11画でした。そう、私もね10って思っとったの。そうだけど調べたら11だったの。じゃあみんなも調べてみて。そう、ちょっとびっくりした。そうなんですよ、実は。よいしょ。じゃあランキング書いていきます。先に書いちゃうね。行きました。よし、行きます。では13位の方、ゆうさん、ありがとうございます。13位の方、ゆうさん。12位の方、みまなさん、ありがとうございます。11位の方、レタスさん、ありがとうございます。10位の方、あっちさん、ありがとうございます。9位の方、いっしーさん、ありがとうございます。8位の方、むーちゃんさん、ありがとうございます。7位の方、カルちゃんさん、ありがとうございます。6位の方、マッサンさん、マッサン、ありがとうございます。5位の方、コウヘイさん、ありがとうございます。4位の方、 F さん、ありがとうございます。 FFF さん、ごめんなさい、 FFF さん、ありがとうございます。3位の方、ところてんさん、ありがとうございます。2位の方、イーナイトさん、ありがとうございます。そして1位の方、すえひろさん、ありがとうございます。じゃん、こちらです。今日はニコニコって書いてます。どうだ、 OK かな。じゃあ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、ありがとうございました。そうなんです。あ、フォローしました、ありがとうございます。本当いつの間にか3000人超えて、ってことはまだフォローしてない人がいっぱいいるってことだ。どこじゃでは皆さん、今日は配信を見てくれてありがとうございました。まだフォローしてないよって方いますよね、多分いますよ。今日初見さんいっぱいだよ、私覚えてるよ。はい、ぜひフォローしておいてください、よろしくお願いします。そして名前の横にミサピーズってつけてくださると嬉しいです。つけてくださってる方もいますよね、ありがとうございます。ではぜひ今日見てくれてありがとうございました。またぜひ次の配信も見てください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。では今日も一日皆さん頑張りましょう。バイバイ。